どうも栗原チャンネルです。今回はですね、今ボクシングの練習がなかなかできない、字幕ができないボクサーに3種目の筋トレをご紹介していきたいなと思います。まず1つ目が、フィストプランクで、2つ目がインバーデッドハムストリングス、3つ目がダイアゴナルローテーションを紹介していきたいと思います。はい、それではまずは1つ目はフィストプランクをやっていきたいと思います。フィストプランクはですね、このヒットポイントを、地面に当てていただいて、でそこから肩にしっかりと伝わるように、あとは姿勢をしっかりとですね、整えていくという面でも大事になってきます。まずは実際にちょっと姿勢の方を作っていきましょう。まずは手で取っていただいて大丈夫です。でそこからお腹の力を入れていただいて姿勢の方を安定させていきます。でしっかりと作れたら拳の方にしていきましょう。でヒットポイントでしっかりと支えていただいたら、肩甲骨を少し押し出していただいて、この姿勢で、30秒止まっていきます。でこれが楽な方は動きをつけていきましょう。片方ずつ拳をねじっていきます。ではこれを実際に30秒間一緒にやってみましょう。2種目目はインバーデッドハムストリングスをやっていきたいと思います。この種目はパンチを打った時のバランス、お尻の方をしっかりと使ってバランスを取るというところに役立ってくると思いますので、しっかりとやっていきましょう。ではですね、まずは気をつけの姿勢から、両手を横に広げていただいて、片足立ち、ゆっくりと片足を後ろに、倒していただいて戻していく。でこれいければ水平までやっていただけるとベストです。きつい方は少しの動作で結構ですのでやっていきましょう。はい、では次は3種目目です。3種目目はダイアゴナルローテーションをやっていきたいと思います。でこちらの種目は手と足をつけた状態で、体幹部を安定した状態で回旋を行っていくという動作になります。でこちらの方を行うことによってですね、軸の方をしっかりと、整った状態で打ち込むことができるかなと。でそれによって強いパンチが打ち込むことができるのかなと思いますので、やっていきましょう。ではまずプランクの姿勢をとっていきます。はい、こちらの姿勢をとっていただいたら、右足で踏ん張った状態で右手を離していきます。しっかりと背筋がまっすぐの状態で軸を意識してやってみましょう。はい、では一緒にやっていきましょう。
い、皆さんお疲れ様でした。こちらの方ですね、ぜひ、まあ、今だけでなく、ジムワーク復帰した時なんかもですね、ウォーミングアップに使っていただけたりすると、また動きやすい状態でジムワークの方もできるかなと思いますので、ぜひ、こちらの方を継続して、動きやすい体を目指して作っていきましょう。ではまた。